こんにちは、吉田さん。今回の動画はね、多分3つぐらいのテーマが入っていたと思うんで、それぞれ回答していこうかなと思います。で、この回答は別に裏付けがあったりとか細かい情報があるわけじゃなくて、その情報を受け取って私がさまざまな仮説を立てた中で、これが一番真っ当じゃないかなっていうふうなことをお話しするやつです。一つ目は空飛ぶ豚ですよね。紅の豚っていう映画がありましたけども、私当然作品見てないんですよ。で、飛べない豚はなんでね、ただの豚なのかっていうと、当時、戦争がやっぱり背景にあって、対艦巨砲主義から航空戦力っていうものにどんどんね主軸が変わってきて、で、戦艦大和みたいなのを推し進めた日本軍は航空機戦力、圧倒的な飛行機の戦いに負けてしまうんですよね。要するに飛行機で遠くからやってきて爆撃して帰っていって、向こうの遠く離れた射程距離外の空母でまた補給をして、また飛行機が飛んでくるみたいなことを繰り返されて、戦艦大和は世界一の戦艦ではあったんだけども、すでに戦争の主軸が戦艦ではなくなっていって、時代遅れになっちゃったんですよね。だから世界一の巨大戦艦と世界5番目の飛行機、どっちが強いかっていうと、世界5番目の飛行機が強い時代に入ってきたっていうことだったんですよ。それでだんだん戦争が進んでいくと、今度はね、航空機戦力すらいろんなね、ICBM とか大陸間弾道弾みたいな長距離から相手の飛行機の射程距離外から撃てるミサイルによって、今度は飛行機乗りが失業していったんですよ。で、そのことを飛べない豚はただの豚っていう言葉に再現されてるんじゃないかなと思うんですよ。それで空軍のパイロットとか失業していきますんで、どんどん民間の飛行機乗りになっていくんですけども、そうなると飛行機乗りの給料の相場ってのがぐっと落ちていくんですよ。そこに被せるように船舶技術の発達によって、船で物を運んだ方がたくさん運べるし安いよねみたいになったりとか、あとは陸上の輸送も道路が発達したりとか、自動車のエンジンの発達によってですね、車の方がいいよねってなって、ますます飛行機で何かを運ぶっていうものの用途っていうのが限られてきたんですよね。で、そういった背景を映画にしたんだろうなっていうふうに思ってますけども、作品見てないんでよく知りません。2つ目は地方再生の意味なんですけども、堀江さんだったら地方再生して何か意味あんのとか言い出すと思うんですよ。でもね、地方再生ってどんな意味があるかっていうと、例えばね、都市が機能停止した時に、その都市から人が離れて、いわゆるね、昔言った疎開みたいにして、田舎にもう 何万人という人を受け入れる体制を常に持っておくこと、水道とか電気とかガスのインフラを常に整備しておいて、そこに少人数で普段大きな都市に住んでいる、そして普段は使わないけど箱物があるっていう状態っていうのは、実はね、ものすごいセーフティーネットになるわけですよ。都会、都市とかで、なんかね、天災とか事故とか自然災害、戦争などで都市の機能が破壊された時に、そっくりそのままその人たちが疎開をするような感じで、機能を維持した地方に移ることで、田舎部に移ることによって、そこでまたね、コミュニティは維持されるっていうことなんですよね。でも合理的っていう言葉の中には、そう言って普段使わないけども有事の際にはものすごく使えるような施設があることの重要性っていうのはどんどん失われていくんですよね。以前もね、ちょっとね、映画を見たんですけども、故郷って映画だったんですよ。それは広島県の倉橋島っていうところで、ずっと海運とかをやっていた人がどんどん仕事がなくなっていってね、海から物を運んで売るみたいなことが、石とか土とかって売るって仕事ってのなくなってきたわけなんですよ。で、どんな仕事が今度来るかっていうと、呉の造船所で何かね、工場を作るとか船を作るとか工業製品を作るとかっていう仕事はどんどんニーズが高まっていたんですよね。で、その時にずっと親の代から孫の代まで、その自分の生まれた土地で、生まれて働いて過ごしていこうと思っていた一つの家族が、その土地を捨ててね、親の残してくれた家や畑を捨てて都会に出ていかないと食っていけないようになったっていう風なね、人口の移動を示していたのかなっていうところでございます。それとだから地方再生っていうのは今真逆なのかなと思いますよね。都会に人が移っていく中で、今度地方と都会の人口バランスとかコミュニティのバランスが悪くなってきたってことが、もしくは未来をね、ものすごく駆逐していくんで、実は地方再生ってものすごく意味があるってことに多くの方はなかなか気づけないところかなと思います。で、3点目は包丁なんですけどもね、日本の包丁の技術は何で素晴らしいかっていうと、実はね、包丁って刀なんですよね。全ての日本で作られた和包丁っていう片方だけがこう角度がついてる包丁っていうのは、あれ日本刀なんですよね。日本刀と同じ鋳造技術で作られていて、和包丁っていうのは日本刀の弟分っていうふうに言われるぐらいに、刃物に興味を持った人はすぐにそういったところに気づくんですけども、片っぽだけ刃がついていて、あの切れ味、それから独特のしなりがある柳刃包丁っていうのは、まさにあのまんま武器になるし、いろんなものが切りやすいんですよね。で、切った後の切り口が鋭いんで、またくっつきやすいみたいなこともあって、
独特な文化を養成してるんですよね。だから日本の刃物技術ってのは実はね世界一優れていて、だから日本刀も未だに、ワールドブレードとねして名高い、そしてその日本刀ってのはね、扱う人の精神にもものすごく依存するんですよね。これにつきましては別のなんかお話をさせてもらいたいなと思いますけども、結構ね量子力学が入ってくるんですよ実はこれ。簡単に言うと物体っていうのは人間の意思によって変わるってことなんですよ。これ不思議でしょ。でもね実験が行われていたんですよ。今でも実験が二重スリット事件ってのがあって、なんかその観測者がいると結果が変わるっていうね、とんでもないことがあるわけなんですよね。これはまた別の機会にお話ししましょう。ということでいろんな仮説をもとにお話ししました。